あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない。それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて、世界を作らせればいい。1万目アリスは勇ましく剣の奥立り不思議の国、異様なものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。そんなアリスは森の奥、罪人のように閉じ込められて、周りに引き手の地元に非道上の正義の印でなんです。二番目アリスはおとなしく歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂い打った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に撃ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなマリスは国の友、秘密な夢に取り憑かれて、朽ちゆく体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の小民地をたどったり、わらの木の下でお茶たい、お城棚の招待状は、は、あとのとだぬと。四番目アリスまぶたとの子、ここきしったなこしきのふくり、いろふむふどんびなばぶとりぬけて、ちゅいさっけやってきたはたふたり。姉とペシーボーイ弟、一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま、不思議の服には彷徨った。